こちらでコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、こんな格好で大変恐縮なんですが、横浜市の政策局の理事をしております長谷川です。本当に今日はですね、皆さん多くの学生の方、若い方集まっていただいて、本当に真剣にですね、横浜のことを考えていただいて、でまた今、立派なですね、発表5つのチームから来ていただきました。本当にありがたいことだと思っています。ですね、5つの、それぞれ あんまり公表するような話でもない、立場でもないんですけども、ちょっと今日紙もないので、ちょっとさっきスマホでメモを取ったんで、ちょっとすいません、再送しながら、恐縮です。まず最初のですね、ごめんなさい、最初のですね、みんなで作る街横浜はですね、参加型まっすぐりということで、非常にいいコンセプトだなというふうに思いました。で、今こういったですね、参加がして街づくり、皆さんと一緒にですね、街づくりしていくという取り組み、いろんなところでやっています。ぜひいろんなですね、取り組みに関心を持っていただいて、できれば、実践に参加していただければありがたいなというふうに思っています。それから、2チーム目ですね。2チーム目が統合型学生寮ということでしたけども、こちらの学生さんと企業のですね、マッチングということで、まさに就職雇用というですね、皆さんにも大きなテーマかなというふうに思ってますし、またまちづくりの面でもですね、非常に大きな課題だと思ってます。正直ですね、私が就職活動した頃と比べればだいぶ今の就職って変わってるんだと思うんですけど、それでもやっぱりいろいろな矛盾というかですね、課題変えていくことには変わらないと思いますので、ぜひこういったですね、課題、就職にまつわるですね、学生さんと企業のマッチングというのがうまくいくようになればいいなと、私も心から思っているところでございます。非常に重要なテーマだと思っています。それから3つ目ですね、シャッター街を若者のブランドにということで、シャッター街どうするかっていうのは、これは横浜だけじゃなくてですね、もっと過疎地も含めた全国の課題なんです。で、実際なかなかうまくいってたりいってなかったり、さまざまあると思います。ただやはりそこにですね、若い人たちが目をつけてくれたっていうのは本当にいいことだなと思ってます。これもお話もあったんですけど、ゼミとかでですね、トライアルってありましたけど、ぜひ先生とも相談してですね、なんかできないかなっていうようなことをちょっとトライアルしていただければ嬉しいなと思ってます。それから4つ目にですね、最強のスポーツチームを作ろうということで、まさにこの場でその話するって結構チャレンジかなと思ったりしますけども、ちょっと今現行ですね、最強にはちょっと若干遠い感じがしましたけども、ただやっぱり横浜ですね、プロスチームチーム、野球とですね、それからサッカーと、あとバスケットボールで4チームあるわけです。こういったそのスポーツチームをですね、盛り上げていって強くしていくと。で、しかもそれを先ほどの発表にあるように地元の経済につなげていくっていうのは僕本当に大事なことだと思っています。そういう意味ではなかなかですね、課題としては難しいのかなと思うんですけども、というかまず強くするためって結構難しいと思うんですけども、強くするかどうかもそういうことながら、みんなで盛り上げていって、それを、経済につなげていくということは本当に大事なことだなというふうに思った次第です。それから最後にですね、横浜のその街歩きですね、こちらはですね、いろんな団体活動をしてます。街歩きをしてですね、埋もれている宝とかそういうものを発見していこうと、まさにこの宝市のコンセプトにも共通している部分が僕あるかなと思っています。で、そういったものをですね、さらに広く共有していくという点ではですね、IT 使ったりとか、さまざまなやり方があると思うんです。で、広く多くの方に知ってもらって、さらにその広げていくと、魅力を広げていくということが大事なことだと思っています。で、今日ですね、5つのチームの皆さん発表いただいたんですけども、今日の、発表というのは本当にアイデアだと思っています。で、そのアイデアにまつわる課題もですね、いろいろお話しいただきました。で、ぜひですね、実は今日はこのユースアップスという、今横浜市が取り組んでおります若い人たちを対象にしたアイデアソン、ハッカソンというですね、アイデアを出してもらって、それを実際 そのサービスとか、コンテンツアプリケーションとか作っていくと、そういったですね、イベントの一環でもございます。ぜひ今後ともですね、横浜ユースアップス のイベントをいろいろ企画してまいりますので、ぜひご参加いただいて、今日のアイデアの実現化に取り組んでいただければ嬉しいなと思っています。我々も一生懸命サポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう一人だけちょっとこちらにいらっしゃる草間さん、もしよろしければぜひお願いします。はい、はい、
はい、ぜひやっぱりほら学生インターンと IT のことやってたりするので、そういうこともちょっと含めてアドバイスいただけます。学生の皆さん、今日はお疲れ様でした。横浜青年会議所の委員である草間と言います。実はですね、皆さんをサポートしたスタッフの中には今日議員が3人います。私が横浜市会議員でございまして、楠木玲子さんが県議会議員でございましてですね、そこで元衆議院議員の三村さんという方もいらっしゃって、国県市の議員がですね、皆さんの議論を見させていただきました。本当に大変参考になることも多いですし、また皆さんがですね、この横浜を愛していただいて、こういうアイデアをいただくことは非常に重要だと思っていますので、これでぜひとも終わりにせずにですね、これからもこういうのに参加していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。あと青年会議所がこういうこともやってるんだぞということもですね、大学でぜひ皆さんに伝えておいてください。大人になったら青年会議所に入ってくださいはい、以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あと今ですね、ごチームの代表の方、ちょっとこちらにもう一回上がってきていただいてよろしいでしょうか。アイデア出したご本人の方、ダッシュみたいな感じで、はい、はい、こちらですね、ちょっと大人メンバーから差し入れがありまして、今日ですね、ブース出しているおかな横浜という青バックで、横浜市の青バックで青バック産の野菜やお米を使ったケーキを作ってる方々がいます。これクラウドファンディングですね。今日私たちのワークショップのところにあったローカルグッド横浜というクラウドファンディングの仕組みを使って、100万円ぐらい調達して、まさに今日ですね、本当にアイデアから始まってお金を調達して、そして皆さんに食べていただくようなプロジェクトをやった大人の方が実際にいますので、そういった方々の作ったものをぜひ、みんなで分けて食べていただければと思います。はい、それではちょっとお渡しします。おめでとうございます。これシフォンケーキうまいですよ。これさっき食べさせてもらったんですよ。米粉のシフォンケーキなんでね、ぜひ。おめでとうございます。ありがとうございました。宮島さんもありがとうございました。ワークショップに参加された皆様ありがとうございました。いいアイデアがたくさん出たと思いますので、これから横浜市、そして先ほどもね言われてましたけども、青年会議所の授業で活用されると、いいと思います。それでは最後になりましたが、閉会の挨拶を横浜